皆さんこんにちは。本日は JR 西日本の京都駅に来ております。今回はこちらの超大都会である京都からわずか列車に20分乗ってしまうだけで着いてしまう、そう自然に囲まれた秘境駅に行ってみたいと思います。このように建物に囲まれた大都会京都からたった20分電車に乗ってしまうだけで自然に囲まれた秘境駅、どこの駅に向かうのか想像しながら見てみてください。それではやっていきたいと思います。京都駅の改札の前までやってまいりました。で、今回使用する乗車券は京阪神地区の主なエリアがフリー乗車券となる三都物語周遊乗車券というものを使っていきたいと思います。で、ちなみになんとこの切符のこの駅名の中に今回行く秘境駅が含まれております。さあ、いろいろな駅が書いてありますが、この中の一つ、非常に自然に囲まれた秘境駅となっております。それでは今回秘境駅に行くために乗車します列車はちょっと切れちゃってますが、13時57分発嵯峨野線の亀岡行きに乗車していきたいと思います。というわけで方面は嵯峨野線です。嵯峨野線の中のどれかの駅であります。京都駅32、33番乗り場にやってまいりました。今回の13時57分発普通亀岡行きはあちらのところに停まっているこちらに乗車していきたいと思います。13時57分普通亀岡行きは定刻通り京都駅を発車しました。というわけでこの辺り、周りは建物に囲まれていて全く秘境感を感じない普通に都会の駅という感じですが、ここから20分乗車するところで周りが自然に囲まれた秘境駅、早速向かっていきたいと思います。少々揺れますのでご注意ください。また走行中最後へ嵯峨野線は京都から発車してしばらくしますとこんな感じで高架に入るみたいです。周りは建物でたくさん、全く秘境感を感じません。しかし奥を見ますと何やら山が見えてまいりました。あちらに突っ込んでいくのでしょうか。列車はこちら嵯峨嵐山駅に到着をしたんですが、あちら向こう側に停まっている何やらこのディーゼル機関車に客車がつながった列車があるんですが、あちらの列車実は嵯峨野トロッコと言いまして、先ほど高架橋で見せた奥に山がありますと言ったんですが、あの山のあたりに走っていき、景色のいい区間を走るトロッコ列車となっているわけなんですが、実はあのトロッコ列車が走る区間が旧嵯峨野線の線路なんです。これどういうことかと言いますと、まもなく列車はこの先にトンネルが見えてきたと思うんですが、現在乗車している JR 嵯峨野線、そうこちらこの列車は右側のトンネルに入っていくわけなんですが、何やら左側にも線路がつながっているのがお分かりだと思います。現在の嵯峨野線はこの右側に進んでいくのに対し、昔の嵯峨野線これ左側に進んでいたんですね。しかしこちらの右側を使うことになったんですが、現在あちらの左側は先ほど見えていた嵯峨野トロッコが観光列車としてあちらを使うようになったというわけなんです。そのため先ほどの嵯峨野トロッコは旧山陰本線のトンネルを使用して、昔の嵯峨野線の線路を使って現在景色のいい区間で観光列車を走らせているという形になっているわけです。さあ、というわけで今トロッコ列車の話をしていたところで、列車はあっという間に京都から15分ほどでこちら長い長いトンネルの中に気づけば入っております。そう、お待たせいたしました。まもなく今回向かう秘境駅に到着をするみたいです。さっき京都駅を発車して都会の景色だったんですが、わずか15分でこの長い長大なトンネル、山の中を進んでいます。それではそろそろ答え合わせをしていきたいと思いますが、今回向かう秘境駅はこちら、そう JR 嵯峨野線の保月尾駅というところです。くどいようですが、こちらの保月尾駅こそが京都駅から20分で到着をする秘境駅、こちらに到着ということになりました。さあ、まずホームを見てみますと、この非常に黄色い線と壁までが近いという形になっております。見るからにだいぶやばい感じの雰囲気が漂ってきます。また乗客は一人も見当たりません。はい、ということで京都から20分今回の目的地である保津峡に到着をしました。で、なんとこちらのホームの先端からトンネルまでこんなに近いんですね。列車はこの保津峡駅を発車すると一目散にトンネルの中へ再び入っていきます。
というわけで、こちらが今回の目的地であるここ保津峡駅に到着です。この駅見てわかる通り、左側にもトンネル、そしてホームの反対側である一番向こうにもトンネルがあり、そして周りはこんな感じで山に囲まれています。これが京都からたったの20分で到着する駅となっております。20分前までは周りは建物しかありませんでしたが、たったの20分だけでこんなに秘境な自然に囲まれた駅に到着をしてしまいます。ということで、この保津峡駅、先ほどまでは数名ね人がいたんですが、誰もいなくなりました。それではこの保津峡駅の何がすごいのかをね、もう少し紹介したいと思うのですが、この保津峡駅一つ目のすごいポイントは、先ほども言ったように周りが建物がなく、こんな感じで全部ね山に覆われているといった感じになっています。そしてこの駅の2つ目にすごいポイントは、この駅の最大のポイントだと思うのですが、この駅の名前が保津峡駅ということになっているんですが、いかにも名前からして近くに川がありそうな名前になっています。この保津峡駅、その名も通り、なんとこの駅の下にですね、こちら柵を越えた先にはこんな感じで保津川が流れているんです。そのため、この駅の構造がどのようになっているかと言いますと、この保津川の上にかかった駅といった感じになっています。自分自身もこんなに大きい川の橋みたいなところに駅があるというのは初めての経験だったので、最初来た時には非常に驚きました。本日は雨ということで若干水が濁っちゃってますが、晴れの日だと結構ね綺麗な色になっておりますので、晴れの日に保津峡駅に来るの非常におすすめです。そしてこの3つ目にすごいこともかなりすごいポイントで、先ほど私佐賀嵐山駅発車した時にトロッコ列車の話をしていたと思うんですが、なんとこちらの保津峡駅から、そうあちら何やら線路のようなものが敷かれていると思うんですが、あちらがその嵯峨野トロッコが走っている線路なんです。で、先ほども言ったように嵯峨野トロッコは旧嵯峨野線の線路を使っているということで、この現在の嵯峨野線の線路から昔の嵯峨野線の線路が見えるという駅なんです。そしてなんとやってまいりました。おそらく先ほど嵯峨嵐山駅に止まっていたトロッコ列車が来たんだと思います。こんな風に新しい線路の嵯峨野線、そして秘境駅の保津峡駅から旧嵯峨野線を走るトロッコ列車を見えるなんて、こんなねいい機会なかなかないですよね。京都方面から通過列車がやってきました。この列車はね、快速が通過といった感じになっています。またこの駅の改札口はこんな感じになってるんですが、たったのね一つしかありません。しかも切符を入れるところがないので、こういったフリー切符を使う場合はそのままこの右の通路を通るといった感じになっています。トンネルの奥からめちゃくちゃねすごい音を鳴らして光が見えてきました。今回私が京都に向かうために乗車する列車が到着をします。この駅に一人で放置されると、この列車が来るとですね、めちゃくちゃなんか安心感というか、迎えに来てくれた感が半端ない感じになっています。というわけで、今回は保津峡を14時42分発この普通列車京都行きに乗って戻っていきたいと思います。
そんなわけで今回はこちら京都からわずか20分で来れてしまう川の上にあり、そして旧山陰本線の線路を眺めることができる、こんな非常に自然に囲まれた秘境駅、保津峡駅を訪れてみたという動画でした。簡単に訪れることができますので、皆さんもぜひ行ってみてください。それではこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。